い、皆さんこんばんは、みさきでーす。先日私たちザ・ビスキャッツがオープニングテーマ曲とエンディングテーマ曲をねやらせていただいている任天堂スイッチのゲーム、キューピッドパラサイトスイート&スパイシーダーリンが発売されました。イエイ、じゃじゃん。はい、こんな感じで特装版とオトメイトスイートボックスっていうことで、はい、イエーイ。めっちゃねパッケージも可愛いですよね、おしゃれで。いや、これこちらも完全にもうイケメン揃いみたいな感じで、イエーイ。はい、なのでちょっと早速ね開けていきたいと思います。まずじゃあこっちから開けます。じゃじゃん、イエーイ。こんな感じです。これなんだ、シールになってるのかな。はい、こんな感じで入っております。私の推しはギルくんです。このさ CD のさ版がさ、ビスキャッツの CD みたいにアナログみたいになっててめちゃめちゃ可愛いです。はい、っていう、すごいねこれ、めちゃくちゃ豪華な感じになってます。はい、そしてこちらの特装版、じゃじゃん。はい、こんな感じ でこちらはまあソフトと特装版特典ドラマ CD だって、めっちゃいいじゃんね。とこのブックレットみたいなものが入ってますね。キャラ紹介とかまあこんな感じになって、かわいい、本当お姫様ね。はい、こんな感じです。このねチョコミントみたいなデザインもめちゃくちゃかわいい。はい、こんな感じで任天堂スイッチ早速やっていきます。楽しみ。やばいよね、もう自分たちの曲が流れてめちゃくちゃ感動です。いやーゲームテンション上がる。任天堂スイッチから流れてるのやばくないですか。いやーキュン、めちゃめちゃキュンですよ。キューピッドパラサイトスイート&スパイシーダーリン、なんかいろいろギャラリーとかいろいろあるんですけど、まあ、まずプレイするストーリーこんな感じで選べるんですけど、どうしようかな。新キャラクターとのラブストーリー、いやー私はギル君推しなんで、まずパラサイト6との新婚&恋人ライフをプレイします。誰を選べるかっていう感じなんですけど、先ほどから言ってるようにもちろんギル君でいきます。名前もしっかり美咲で登録します。ラブラブすぎる。そう、私の推しのギル君のいいところはとにかく一途なところです。めちゃくちゃ一途なのよ。はい、それじゃあこんな感じでね、あのエンディングではスイート&スパイシーダーリンもね聴けるので、そのね自分たちの楽曲を聴けるのもすごく楽しみに、はい、ゲームをやり進めていきたいと思います。めちゃめちゃねキューピッドパラサイト本当にね胸キュンが詰まった、しかもね絵とかあのなんだろう細かい背景とかもすごい可愛いんですよ。ここが市松模様になってたりとか、すごい細かいところにもねこだわられていて、めちゃくちゃねあの可愛いゲームです。はい、ぜひ皆さんも
やってみてください。それから、オープニングテーマのフォンダンショコラな恋心とエンディングテーマのスイート&スパイシーダーリンの、ライブ映像の方もね、私たちの YouTube チャンネルで公開されてるので、ぜひねそちらの方もチェックしてみてください。はい、それじゃあキュッピパラ頑張ってやるぞ、イエーイ。またね、バイバーイ。